しかし魔物はここにも潜んでいた。国章の背番号10飯島。二の矢三の矢の必要はもうない。関東を目指しマウンドに上がった飯島だったが、福島賞も執念で食い下がる。ワンアウトから本田ヒットになった。ワンアウトからランナーを出しました福島商業。続くマクタを抑えたものの3番小野直球ジャガイシー抜けた。2人出た。野球は2アウトから。飯島に魔物が取り付く。バッターはこの日完璧に抑えていた4番阿部。デッドボール満塁だ。2の矢斉藤3の矢谷崎とともに準備はできている。しかし川上監督は動かなかった。そしてバッターは藤川。9回の裏ランナーを出したものの反撃は実らず、北翔は3本の矢を使い切らないまま甲子園から姿を消した。